今日も知識で武装するナレッジアーマードです。今回はリズと青い鳥、こちらについてついに来ましたね、小麦越しとお話ししてまいりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします声が大丈夫かついにリズと青い鳥の話をする時がやってまいりました。私の中ではですね我々の中で、私この映画はですね、もう響きよユーフォニアムもう1回も全然見てないのに、なぜか映画館に一人で見に行ったっていう当時ですねことがありまして、なんでっていう話なんですけど、はい、私この音楽劇伴やってるこの牛尾健介さんが大好きでして、はい、この牛尾健介さんは、まあ、電気グルーヴの第3のメンバーみたいになってて、電気グルーヴのつながりでテクノの音楽とかそういったあのシンセサイザーの音楽がすごいかっこいいんですね。はい、なんで、まあ、その人が手掛ける音楽手掛けてたっていうので、あのその前の声の形も牛尾健介さんだったので、声の形ももちろん見に行ったんです。原作全く読んでないのに、でもすごい感動したんで、めっちゃ良かったんで、はい、同じスタッフでユーフォニアムの話のスピンオフやりますっていうんで、まあ、もう見てないけど、もうこれは見るしかないと思って、まあ、行ったらもう全然話知らないのに痛く感動して、素晴らしい素敵な映画だったなって、まあ、思ってたのが印象だったんですね。で、その、はい、まあ、やっぱり結局あの本編絶対見た後の方がもっと面白いんだろうなと思ってはいたんだけど、やっぱこのカロリーが高いというか長いし、多分咀嚼するのにすごい体力使うものなんだろうなと思ってたので、ちょっとずっと後回しにしちゃってたところがあって、はい、なんだけど今度の4月からこの UFO の3期目が始まるっていうので、まあ、いよいよ一から見とこうかと思ったら、もうめちゃくちゃハマって、やっぱり伊豆と青い鳥もう一回、はい、さらにもう一回見返して、やっぱりすごいなと思ったところで、小麦越しにこれはっていうことで、まあ、レコメンドしたというところですかね。なんですよ。どうですか、小麦越はこれ。ちょっと私これもうね、これ語りたいので、ちょっとプシュッと行かせていただきます。はーい、もう行っちゃってください。いい音をさせていただきます。はい、うん、よし乗ってきたぞそうなんですけど、いや、まあ、どうですか、うん、私もおすすめされて、その UFO を、うん、一気の一話からバーって全部見て、うん、ちゃんとリズ青い鳥も見たんで、うん、あ、いや、なんかなんていうんですか、ちょっとこう前見て、うん、楽しんで後ろからぶん投げられた感じ。あ、そうなんですよ、ぶん投げられるんですよこれだ、脳みそぶん投げられる、みんな脳みそぶん投げられて帰るんですよこれいきなりからバコーンって食らって、でさ、これがさ、この響きユーフォニアムの劇場版のあの誓いのフィナーレと時間軸が一緒なんだよね。はい、だ、同じ時期を描いてる作品とは到底思えないんですよ、この温度差。うん、このやっぱり誓いのフィナーレってすごく熱くて、結構原色のなんかこうね、あれが多いんですよ、その、うん、描写が。なんだけどリサが置いてて、全編ペールトーンなんですよ、淡いんですよ色が、うん、で夏の話なんだけど、すごいなんか高原のようなそんなこうベタッとした暑さじゃないんですよ。いや、そうなんですよね、涼しげで青っぽい、このホワイトバランスは青っぽくしてる感じがするんだよね。うんうん、全体的に青みがかってるというか、うん、そう、だからこれ思うんですけど、この岩井俊二のなんか映像作品をアニメでやってるような感じがするんですよ。ああ、そう、岩井俊二が描く儚い少女のこの一時の少女時代の、たかだか1年か2年ぐらいの一番こう儚いぐらいのこの年代をこう切り取ってるっていう感じ、はい、一番危うい時期をやってる感じがするんですよね。この少女とも大人ともつかないこの中間の、何にでもなれるが何にもなれてない不思議な生き物の状態の少女たちの話、うんうんうん、恐ろしい
それを山田直子監督がここまでこうゴリゴリにフェティシズム限界で、フェティシズムって言い方したらもう下品になっちゃう、もうダメ、そんな言い方できない。そういうなんかもうね、おじさんが語るにはもったいない、もうやっぱりね、小麦粉のようなね、その頃の記憶がまだ冷めやらぬ年代の人にこそ、まだ冷めやらぬ方にやっぱ話してすることによって、やっぱ私がね、それに乗っかって疑似体験していきたいなっていうところですけども。ぜひ、すごいですね、すごい映画だったですね、一言でね。はい、やっぱこのやっぱこの映画っていうのは、そのみぞれのフィルターを通した世界が見えてるわけですよ。はい、だからみぞれはこういう風に世界が見えてるんだなっていう感じなんだよね。はい、でこの響けユーフォニアムの方だと大前久美子ちゃんのフィルターで見てるので、久美子ちゃんには世界がああ見えてるんですよ、きっと。そうですね、そういった解釈が違うっていうのがまた面白いことで、だって、あれなんだよ、あがた祭り行ったりとかプール行ったりとかする、はい、するんだけど、誓いのフィナーレではちゃんとちらっと映り込むんだから、そのちゃんと祭りに来てるみぞれとのぞみとか優子とかさ、ね、夏希とか映るわけ、はい、でプールのシーンもリリカちゃんとかダブルリードの会の後輩とかとみんなでこのプールで遊んでるシーンがちらっと映るわけよ、はい、でみぞれはプールの中で顔半分だけ沈めてのぞみの方見てるの。かわいい、かわいい。それ誓いのフィナーレで挟まるんですよ、でもリズタオイトリではそのシーンは一切ないの。いや、それないのすごくないですか。そうなくて、でリズタオイトリっていうのは全編全部学校の中で展開される話なの、外でのシーンが一個もないの、これっていうのは山田直子監督がそのカゴの鳥というか鳥かごに閉じ込められた子たちの話として描いてる、メタファーとしてやってるんでね。はい、なんで学校っていうのはもう鳥かごなんですよ、その世界が彼女たちにとって全てになっちゃう、はい、だからみぞれはのぞみは私の全てになっちゃうよね、うんうん、だからそれをそこからその鳥かごから出て羽ばたいていくみぞれっていうのは、これからきっともうのぞみのことは思い出さなくなるんではないかなみたいなところはあるなっていう、この儚い感じでやっぱね、こんなん最後の方に言えて話だね、最初に言っちゃってどうすんのって話なんだけど。結論を言っちゃったんだけど。そうで、このみぞれちゃんってこの響けユーフォニアムのアニメの1期から実は映り込んでて、で 一気でちょいちょいこうモブでこう大声吹いてるのはちらっと出るんだけど、全然こう絡んでこないんですよ、はい、なんで私リズさんアオイトで先に見てたから、はい、響けユーフォニアムのアニメ1から見てて、これみぞれちゃんだと思うんだよ、キャラデザ違うんだけどみぞれちゃんだと思うんだけど全然話絡んでこねえなと思ったら、2期からがっつり絡んできたね。2期からもうほぼメインキャラみたいになってました。2期はもうほぼメインキャラなんだけど、もう2期の前半ね、後半は全部、はい、全部飛鳥先輩の話になっちゃうから、なんでだからあれこれ全然みぞれちゃんいるんだけどなと1期からずっと見てたんだけど。そうで、しかもね、この時はね、誓いのフィナーレとかでもそうなのかな、あれなんですよ、エンドロールにクレジットで名前も当てがわれてないのよ、もう吹奏楽部員としか出てなくて。あ、そうだったんですか。誓いのフィナーレの方もそうだったと思うんだけど、エンドロールで誓い吹奏楽部員種崎敦美って書いてあって、むちゃくちゃモブだなと思って、こんだけの声優が。そう、一応ね、大前久美子、黒沢智也は出てるんだけど、はい、大前久美子、なんなら久美子ちゃんもめちゃくちゃモブだよね、この話。いや、本当に一つか二つくらいしかセリフなかった。ない、おはようございますって入ってきたりとか、はい、とか、そんぐらいじゃん。で、レイナがちょっと先輩となんか
相性合わなくないですかとか、そのシーンぐらいじゃん。ああそうでしたね。ね、いやもう本当だから前編やっぱそのなんつうの、みぞれにとってもう望み以外は全部モブなんだよね。そういうことなんですね。そうそうそう、だからやっぱ全部こうみぞれ視点で書かれてるっていうのが徹底されてて、もうとんでもねえ映画だなと。まあそのなんつうの、その背景とかも全部知った上でさらに見ると、いやますますとんでもないなって思ったわけですよ。そうなんですよね。まあそのね、山田直子監督なんですが、まあ京アニ所属だったんだけど、今はあれなんかね、サイエンスサルに出向してんのかな。サイエンスサルってあの岩佐監督だね、はい、にところに行ってるんで、その平家物語はあのサイエンスサルで作ってんだよね。ああそうですよね。職場変えるっていうよりは出向みたいな感じなんですか、ね、出向なのか、まあ、フリーになってそのサイエンスサルでちょっとに絡んでるのかちょっと分かんないけど、でまあその前作はこういうの形の監督もやってて、うん、すごいな。でこういうの形も作風がやっぱ似ててすごくいいんですよね。はい、うん、まあ見てください。今そして 脚本がですよ、また強力な脚本、もう脚本家吉田玲子先生ですね、うん、知ってますか。よく知らない。さっきの、うん、さっきのって言ったらあれですけど、うん、UFO で、いや UFO の時は吉田玲子さん、ね、絡んでないよ。あれ別でしたっけ。うん、あれキャラデザの池田翔子さんと間違えてない。そうだ、そう、この脚本の吉田玲子さんっていう方また全然違う方で、もうね我々のあの記憶に古いところで言えばね、ジブリの猫の恩返しの脚本書いてるんですよ。はあ、はあでしょ、はあでしょ。はあ。で、まあ言わずもがなの、ヴァイオレット・エヴァーガーデンの脚本も書いてるし、うん、そして最近だとブルーピリオドの脚本書いてるし、うん、平家物語の脚本書いてるし、あ、古いところで言えばデジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームの脚本も書いてる細田守監督のやつですよ。細田守監督はこの僕らのウォーゲームを元にサマーウォーズ作ったんだよ、うん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 、っていうのの脚本も書いてる、もう本当天才脚本家ですね、が手掛けてるんで、もうとんすごいやっぱり繊細というか、もうなんだろうね、この計算され尽くした脚本ですね、うんうん、でこの吉田玲子さんは最近ですとこれから公開されます、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションですね、映画、はい、これの脚本もやってるということで、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションは浅野いにおさんの漫画の映画化ですね。なんかタイトルしか聞いたことなかった。めちゃくちゃもろい、俺全巻持ってるし、うちの動画でも特集したことあるんですけど、はい、これがいよいよアニメ映画化されるんですよ、前編後編で。おお。それの脚本やるっていうことで、ちなみに主人公2人いるんですけど、このデデデデの、はい、主人公の2人は、あのちゃんと生田リラちゃんですね。え、すごい。とんでもなくいいでしょ。はい。その時点で絶対見に行くでしょ。もうだって見てみたい。見てみたいでしょ。めちゃくちゃおもろいですよ。ちなみに津田健も出てますから。うわ。主人公の生田リラちゃんのお父さん役で出てますね。ありがとうございますっていうことでね、これも楽しみですねっていう話で。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてキャラクターデザインが、西谷太さんですね。声の形の、キャラデザインもやっていますが、この方は京アニ事件の火事で亡くなってしまってるんですよね。だからこの繊細なキャラクターデザインがもう二度とでそのアニメが作られないと思うと、もうなんてことしてくれたのかとまた思うってところですよね。本当ですね。ですよ、うん、っていうのでね、まあ結局その響けユーフォニアムの池田翔子さんのキャラクターデザインっていうのが、まあ、こっちに、まあ、左に出てる方のこっちの目が黒目がちで大きくて、まあ、いわゆる京アニっぽい感じなんですよね。
でこの、うんうん、西谷さんの方っていうのはこっちのリズさん多いとき結構どっちかっていうと目が小さいというか、まあ等身大も等身もなんかあの人間に実リアル路線っていうんですかねに近い線が細い感じなので、はい、やっぱその、うんうん、古くからの UFO ファンとしてはやっぱ賛否があったらしいんです。あ、そうなんだ、全然違うやんけとか確かに違うと言ってますから、ね、違うっちゃ違うんだけど、だけどやっぱりこの可愛いキャラクターだとやっぱこの世界の感じ繊細な感じっていうのはちょっと難しいなって思うんだよね。そうです、同じ線のなんていうんですかね、厚さで、うん、となんか内容とバランスが合わない、うん、そうなんで、どっちかというとこれ実写に近いからこのリズの方は、うん、なんで実写の、はい、だから実在するこの女優さんとかが演じてるようなちょっとカメラ実写のようなカメラアングルもちょっと使ってんのよ、やっぱりこの なんでアニメ映画って感じじゃないんだよね結構意外と、うん、そうですね、っていうまあそういったところも踏まえてなんですが、音楽制作はやっぱりこうあれですね、例によって、専属学園音楽大学の皆さんですね、素晴らしいですねやっぱね、すごい。でこの作品な、もう音楽がまたまあその劇伴の方はこの、牛尾圭介さんが作ってるんだけど、はい、まあその、はい、合奏のシーンはやっぱ専属学園の音楽大学の方で、あの松田明人さんの音楽使ってるわけなんだけど、はい、あれなんだよね、この牛尾圭介さんがのこの劇伴が何がすごいかっていうと、この、はい、すごい音楽がなんかこうなんていうの、サウンドコラージュみたいな感じでしょ。そうです、なんかこのなんて足音とそうそうそう、あこうなんていうんですか、いちいちこう動作の音と音楽が、うん、リンクしてる、うん、あってし、そう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 です、これそう、これっていうのはその実際に牛尾さんが学校というか、うん、学校に行ってそこでその校舎の中で響く反響音とか、その歩いてる音とか、そのビーカーが擦れる音とか、そういった学校のこの機材のなんか それで使うが何かが触れたような音をサンプリングしてきて、それを組み合わせて音楽してるんだよね。すごい、すごいことしてるんだよね。すごいことしてますね。ああ、だからなんかこう聞いててなんかちょっとノスタルジーを感じるような音の響きとかがなるわけです。音の距離感とか、うんうんうん、で家にはないようなものが擦れるような音が聞こえるわけですよ。はい、机とか椅子が、きしむような音とか、うんうんうん、とんでもないよねこれね、この感じ、うん、いいですね。そうで、この作品がなんか なんかちょっとこう異質な世界観だなって思うのは、あの男子生徒が一人も発言しないんですよ。ああ、あのそうだから俺全くその何、アニメの UFO 見てないから、見てなかったんで驚愕ってことすら最初気づかなくて、女子校の話だと思ってたんでね男子生徒全くセリフがなくて、まああの本当あのでもよくよく見ると後ろに男子生徒も見切れてるんだよね、うん、だからその辺がね、まあ、だからいかにこの、みぞれが男子に興味がないかってことなんだよね。お声すら聞こえないんだから。そういうことですよね。そう、全く気にしてないっていうことですよね。全く気にしてないんですよ。だからこれがすなわちそののぞみにみぞれがめちゃくちゃ執着してるっていうことなんだよね、うん、うんうんうん、っていう感じなんですけど、まあ、この世界観をこの公開当時にこの新聞の書評ってあるじゃないですか、はい、で書評によってこの世界観のことを説明とか評価されたんだけど、これが本当素晴らしくて、はい、やっぱ、ね、新聞書いてる人って、まあ、すごいんだなと思って、その読解力とそれを言語化する力、うんうんうん、
はい、ちなみにこれウィキペディア読みますけども、毎日新聞は、はい、テレビ版を知らずともみずみずしい映像世界に魅了される一品、一品って言ってますよ、一品、一品って言ってますし、山田監督は多感な少女たちの内なる思いをセリフに頼らず、2人が歩く足元のクローズアップ、髪を払う仕草、視線の交錯とすれ違いなどの繊細な描写で表現。すごいですね。そこに息づくひそやかなスリルに目を奪われ、切実な感情に胸を打たれずにはいられない。そして青春音楽ドラマの定型を破ったこの映画、最後に少女たちが見出す友情の真理も感動的だと絶賛した。すごいっすね。すごい、もうこれでよくないって、これに尽きるなって話じゃん。これってもう我々がなんか感想を言ってる場合じゃなくて、もうこれでいいやって感じなのもね。うん、ちなみに産経新聞では、実写映画に近いカメラアングルなど作品へのこだわりと熱量を随所に感じる、独占欲にも似た友情、うん、友人への羨望と自分への失望、壊れやすい砂糖菓子のような繊細な作風は合わない人には合わないと思うが、これは私の話だなどと心に強く響く人もいる、星4つの評価を与えている。これすごいよね。これもこの言語化の力よ。いやーすごいです ね。もうこれ以上我々が言えることは何もない。そうでしょ。ここまで言われちゃったら確かにそう感じる。やっぱりみんなそう思うよってなるじゃん。はい、ということで我々はもうね、高尚な表現は避けて、はい、もう下世話な何が尊いとか、もうずっとバカみたいなこと言うしかないんですよ、もう。小難しいことはもう、これで言ってくれてる。そう。だからもう、最終的には、ゆり尊いって言うしかないですよ。尊いしかない。そうです。で、ちなみに、ゆりっていう表現っていうのは、いつから始まったかというとですね、昭和の頃に、男性の、同性愛の子、雑誌のでバラ族っていうのがありまして、はい、でバラとユリっていうのは世界的に対比される植物なんですね。なんでバラの対義語としてユリが出てきたので、そういうふうに言われるっていう感じですね。あ、ちゃんとそういう始まりがあるんですか。あるんですよ。まあ一般的にはそのレズビアンっていう感情だけではなくて、やっぱりその女性が女性に依存するとか、そういったとか、そのね、なんかもうちょっと抗議な意味も含まれるんでね、ユリっていうのはね。そうですね、うん、という感じなんですが、なんだろうね、私的にはみぞれは確実に望みに浴場してますよね。してますね。してるよね。あの目でめちゃくちゃ追う感じとかさ、のぞみが触れたところをすかさずみぞれも触れていくとかさ、ロッカーの上履きのロッカーとかさ、うん、ずっと知らず知らず目で追っちゃうとかさ、で一言一言になんかハッとして目を潤ませるとかさ、もう好きじゃんそれって話じゃん。いや本当ですよ、好きやんそれ、うん、何もない、うん、もう好きって感じだよね、もうね、うん、うん、なんですが、まあ、そんな鎧塚みぞれさんを演じているのが今をときめく、大声優種崎敦美先生でございます。はい、ね、でございます。もうフリーレン、今ねフリーレンだし、アーニャだし、なんならあれですね、ちょっと前だとドラゴンクエスト大の大冒険の大、もう少年の声も出せるんですよ、うん、少年少女、そして、大魔法使い、そして女子高生、うん、全ての声が出せる。すごいですね。ね、いや本当に、だからなんだろうね、この間あれだ、昨日かなテレビで見てて、なんかテレビ番組のナレーションもやってたよ、この間、この種崎さん、すごい、すげえめちゃくちゃ売れてるよね。すごいですね、うん、
でもあの我々はこのフリーレン病にかかってるので、あのボソボソと喋る鎧塚みぞれはフリーレンが何か言ってるようにしか聞こえなくなってしまった病気にかかってますね。あ、フリーレンだって。そう、でも当時映画館に見に行った人は誰一人フリーレンの声だとは思ってないわけだから、はい、今見るとフリーレンだった。あのフリーレンもボソボソ喋るし、みぞれもボソボソ喋るじゃん、うんうん、だこれがここはちゃんと似てるんだよね。うん、あ、ちなみにあれ見てます？あの薬屋の独り言見てます？あ、薬屋の独り言、はい。薬屋の独り言の玉葉妃も種崎さんですよ。もう完全無欠だよね、もうね。笑うしかない。あ、ちなみにアンダー忍者見てますか？もちろんでございます。アンダー忍者の鈴木さんもそうですよ。え、そうだったんですか？そうだよ。あの金髪のカレー臭が大好きなあの鈴木さんですよ。その匂いはとか言って、うん、むっしぶいとか言ってんの、これ種崎さんですからね。マジか。マジか。いや、だから売れまくってますよね。すごい。うん、笑っちゃうね。すごいですね。すごい大声優でやっております。そして笠木のぞみちゃんですね。のぞみちゃんの声優は遠山奈央さんですね。はい、遠山奈央さんはですね、ゆるキャンのシマリンですね。ああ、やってるんですよ。素晴らしい、うん、だからなんだろう、あの結構のぞみもそうだけどクールな、うん、あ、感じ。シマリンもクールだからが、まあ、うんうん、合うんでしょうね、きっとね。うんうん、ちなみに今度、あ、来年に始まるじいさんばあさん若返るにも出演される予定でございまして。そうなんです、ね、しおりさんっていうあの孫の女子高生の役やりますね。お、あ、しおりちゃんは結構あのこのツッコミ役が多いんで、ちょっと声を大きくするような役が多いと思うんだけど、うん、はい、っていう感じです。でね、私が一押しのキャラクター、剣崎リリカちゃんですよね。剣崎リリカちゃん最高ですね。もうあのふわふわとした感じがいいし、この出てきた時に必ずやるこのね、これね、この曲ですよ。あれ？これね、この曲ね、必ず出てくるんですよ。リリカちゃんが出てくると、そう。って言うんですよ。最高です。これもオーボエなんですけど、やっぱオーボエの奏者なんで、うん、あのチャルメラ弾いて、ま、吹いてましたけどね。ふざけてリリリリリリリってやってましたけど、あのなんていうんですか、ルーズソックスみたいなんとか、あのこのオーバーサイズのあのカーディガンとかゆるゆるしてていいですよね。はい。でこの声優やってるこの杉浦しおりさんっていう方はですね、まだめちゃ若くて、この多分この映画やった当時まだ18歳とかなんですよね。え、ほぼ現役 JK みたいな感じだったんですよね。もうすごい、すっごい上手だったよね、あの感じ。なんとかですとか言ってね。はい。もうなんですよね。でもね、そうなんですよ。で剣崎リリカちゃんは何がいいかっていうと、実はめちゃくちゃ頭が良くて、こんなんで。数学が学年1位というギャップが、ギャップ、このギャップにますますもう燃えちゃって、俺あれなんですよね、この UFO のキャラクターの中でもうリリカちゃんがあの一押しの子なんですよね。あ、かわいい。かわいい。でちなみにあのダブルリードの回のあの2人とファゴットとかの2人と、なんかその冗談言いながらこのね、差し詰めダブルリードだよあはーって言ってるシーンがあったんですけど、このルーリードっていう人って、あのベルベットアンダーグラウンドの人で、めちゃめちゃ古いですよ。70年代に活躍した人で、まあルーリードって俺あのトレインスポッティングとかでも曲作っあの提供してるんで、よあの昔からよく知ってるんだけど、いやこれさ、もう2010年代の女子高生がルーリード知ってて、それをジョークに使うってどういうことって思ったもんね。いや、うん、やっぱ頭いいっすよ。うん、
ごいですね、やっぱいい。すごいんですよ。でちなみにこれは山田直子監督の渾身のギャグらしいですよ。ダブルルーリードってどういうくだりでそうなったのか分かりませんが、そのオチがダブルルーリードだったらしいっていうことで分かりませんけど、うん、なんで頭もいいんで、あのまあちょっとこれはあの深読みしすぎなんかもしれないんだけど、はい、あののぞみ先輩になんかちょっとみぞれ先輩と合わなくてみたいなことで相談するシーンがあったじゃんか。はい、あそこもすごい可愛くて好きなんだよ。なんかもうもじ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 してるシーンがあって、動きがなんだけど、その時に最後にゆで卵をくれるんだよね。これ何これって言って、コンビニでゆで卵です、味付いてて美味しいですって言うんだけど、まあ俺このゆで卵がもうとっても大好きっていうか、もうあのこの映画見た帰りにゆで卵買って帰ったぐらいこの衝撃受けたんだけど、あもうさ、リリカちゃんに手渡しでさ、もうさあの裸で裸の卵を渡された日にはもうたまんないですよね。裸の卵渡してくるって結構すごいなって思ったけど。結構だよね、裸の卵。でももう殻むいちゃうから別にさ、別に手で素手で持ってよなんだったらいいんだけどさ、別にさ、うんうん、だからゆで卵をいつも食べてんだろうなって感じするんだけど、はい、まあでも私この映画はやっぱり見返して、やっぱりこうコンビニで買いましたよ、ゆで卵を。まただってそのゆで卵だけ撮った写真を小麦粉に送りつけたからね。はい、送られて、あのそう、あの、ま、全く全くリアクションなしだったんですけど、すいません。そうそうそう、確かにゆで卵に何にも返事してない。そう、まあいいんですけど、まあでもそのゆで卵も なんでのぞみ先輩にゆで卵を唐突に渡したかっていうと、うん、これっていうのはそのやっぱリズと青い鳥だから鳥の話なんですよ、うんうん、鳥の話で、だから鳥の話で、しかもまあ大好きな敬愛するみぞれ先輩を、うんうん、このを邪魔してるのぞみ先輩に対して、うんうんうん、このお前はこうゆで卵でこの卵は帰ることはないんだぞっていうメタファーなんですよね。あお前にはもう才能ないんだから諦めろっていうメタファーなんですよ、これ。青い鳥にはそう、お前は鳥としては羽ばたけないということを表してるんですよ、うん、ゆで卵渡されたっていうのは、いや恐ろしい、怖い。もうだから実はリリカちゃん死神なんですよね。うん、うん、いやー恐ろしい話なんですけど、うん、まあここで一時このジブリパートかと思わせるような伊豆と青い鳥のこのアニメパートにその話してみようか。あ、まあ、これはもう完全にジブリを意識した世界観になってるじゃん、あの感じ、うんうんうん、ね。で、まあでも、リズと青い鳥っていう話はまあ実際にはなくて、うんうん、この原作者とされている、ベラスロフ・ヒチルっていう人、この、あのね、あの、書いてあるんだけど、本に。このベラスロフ・ヒチルっていう人は、のモデルというか、なんか元ネタになった人がいて、この人はあの、チェコスロバキアのチェコね、チェコの監督、映画監督の、ベラ・ヒティ・ロバ、あのヒティロバってヒチルっていうのヒティ・ロバね、ヒティロバっていう人が、うん、まあその元ネタになってるらしいですね。あ、一応じゃあモデルはそう、まあだからチェコなんで、まあ東欧だよね、東欧の人だよね、うんうん、っていうのがあるらしいんですけど、これあのリズと青い鳥のこのなんつうの童話パートはどうですか。なんか、うん、あえて見てる側も水がみぞれで青い鳥がのぞみって最初は思わせるための童話パートみたいな、そうだね、ミスリードを誘ってるよね。その私は孤独だったのに、そのある日あの女の子がやってきて私を
誘い出してなんか外に連れ出してくれたとかみたいな、そういう感じになってるじゃんか。そののぞみが来て、孤独だった私をなんかそういうふうにね誘ってくれたみたいな感じで、うんうん、そうですね。なんで最初はみどりと同じように思って、うん、思わせるための分かりやすい動画パートで、うんうん、だんだんなんかあれこれどっちだろうって、うんうん、ちょっとずつ思ってるために挟んでくる動画だなって思いながら、うんうんうん、見てました。そう、これが結構その童話パートにもすごいいろいろな仕掛けが実はあって、うんうん、このリズは青い鳥になる少女がいるでしょ、はい、が現れるじゃん目の前に。これ、はい、これなんかすごい幸せに2人だけで暮らしてますけど、暮らしてたけども、この青い鳥の少女っていうのは本当は本当にいたのかしらって話なんですよ。これ本当はいなかったんではないかっていうことなんですよね、これね。なるほど、うん、っていうのもその両親を失って孤独のなになっていたリズっていうのは、その自分の中にこの想像上の友達、その憧れてる青い鳥を擬人化したのを自分の中のイマジナリーフレンドとしてね、こう日々をこう寂しい日々を上書きするためにこう自分の中で作り出した幻影だったんではないかっていうことなんですよ。そうなってくるとちょっと一気にまたそう変わってきちゃいますね。そうなんですよ。なんでこれをリズと青い鳥っていう曲をあの紐解いてみると、あのこの曲のオープニングって最初ピッコロの音で、この組曲のモチーフっていうのがこの曲がこれピッコロで表現されるんですよ。これが青い鳥のモチーフなんだよね、うんうん、なんだけどこれオーボエはリズのモチーフなんだけど、リズの 声を表してたけど、それでも同じこのを使うわけだよ。っていうことは、うん、この青い鳥とリズっていうのは同じ人なんですよ。同一人物なんですよ。あの声一緒ですよね。そうだから本田望結ちゃんが同じ人がやってるでしょ、うん、そこに繋がってくるんですよねこれね。あ、だから一緒、なんで一緒なんだろうって思ったんです。そうでしょ、はい、わざわざ、うん、しかもなんかちょっと棒読みっぽくわざとやって、うん、あれもあの本の読み聞かせしてるような感じにわざとしてんだろうけどさ、あ、うん、なんでリズと青い鳥っていうのは表裏一体で同じ人間がこうの葛藤を描いてる話なんだよね。うーん、そうだからその鳥が飛び立つシーンって、この青い鳥が飛び立つシーンってこの何つうの、髪をこう半分に折った鳥なんだよね。だからもうこの表裏表裏一体の鳥なんだよ。だからもう同じ同一人物だって話なんだやっぱり。すごいですね。全然変わってきます。恐ろしい話ですよ実は。はい、これがそうだから互いにそうなんですよ。これディスジョイントなんですよ。つながらない。そうこれあのディスジョイント最初に出るけど、これあの唯一授業の数学の授業でそれをこれを互いにそうと言いますっていう先生が教えてくれる数学の授業のシーンがあるんだけど、はい、これがまさにリズと青い鳥なんですよ、うん、交わらない整数、うんうん、整数なんですね。はい、すごいですね。そこも全部メタファーにしてるっていうね。いやすごいとんでもねえ話でこれ。いや本当です ね。だからその嫉妬と独占欲によって実は望みの方がこのみぞれを縛っていたっていうことになるわけじゃない、はい、
うんうん、無自覚に囲っておきたい望みでしょ。はい、うん、でまたこの、あの縦笛と横笛のコントラストっていうのもちょっとまた面白いあれがあるしね。うんうんうん、あもうね、その全ての描写がねもう尊いわけですよ。すごい、多分気づけてないそういうのいっぱいあるんでしょうね。気づけてない仕掛けがめちゃくちゃ多分いっぱいあって、あ、はい、このハッピーアイスクリームもすごい壮大な仕掛けじゃんこれ。うん、ハッピーアイスクリームってさ、あの最初は緑と葉月がその話してるじゃん。はい、で緑と葉月がハッピーアイスクリームって言ってんだけど、話半分でみずれはその話はちょっとフックがあるけど、あの子たちには興味ないんで、あの子たちは最初しか映んなくて、あともセリフしか聞こえないんだよ。もう顔も映んないんだよ。はい、見てないんだよ、はずみぞれは。もうその子たちのことなんて、うんうん、だしこのまたねこれが誓いのフィナーレの方では夏希と奏でやってるんですよ、ハッピーアイスクリーム。ああ、ああ、そうだ、やってるんですよ、やってる、やってて、でラストシーンでみぞれとのぞみがハッピーアイスクリームやるんでね。うんうんうん、うん、っていうなんか いっぱいなんかこう、まあ、伏線と回収みたいなのがいっぱいあるっていうこの仕掛けがまたあって、ハッピーアイスクリームっていうのはその2人で同時に同じこと言ってしまったっていうちょっと不思議なちょっと気まずい空間をあの打破するための、日常に戻るための魔法の言葉なんでね。うんうんうん、うん、なんでその2人がね、なんかもうずっと会わなかった2人がもうなんか急に会ってしまって気まずくなってしまったことをまた日常に戻る力を持ってるハッピーアイスクリームっていう言葉。うんうんうん、これがその辺のね仕掛けがすごくって、そうで俺ハッピーアイスクリームって何だか何の何ご最初元ネタっていうか何なんだろうなと思って調べたんだけど、もともと昭和50年ぐらいの少女漫画で始まった話らしいんだよね。そう、昭和50年代の何だっけな、何時代、恋愛、恋愛時代だったっけな、そういうなんか漫画があって、それの中でそのあの同じこと言った時にハッピーアイスクリームって先に行った方がっていうのがあって、結構その流れって他の漫画でも後ほど後々少女漫画で使われるやったりしてたらしくて、はい、うん、でそれがその少女たちの中でまあ浸透してて、結構その地方でも、はい、いろんな地方で同じようなこともブームになったらしいんだよ。うん、私も全然知りませんでしたけども。全然知りませんでした、ね、あるだって。なんか前のように存在してて気にしたこともなかったですね。ね。そうなんですね、うん。あとはね、どうですかね。まあいっぱいあるんですけど、うん、まあ望みっていうのはほら周囲のこの理想の自分っていうのを演じてしまうところがあるじゃん。だから1年生の時も周りに自分がこう振る舞うべきだっていうのを求められたがゆえに、みんなで一緒にやめようってなっちゃったっていうのもあって、うんうんうん、ね、戦闘を切って演じてしまったわけじゃないの、うん、なんでその、そのフルートパートの子たちと仲良くやってるようであっても実は本音 で何も会話できてないんで、実は望みっていうのは一番孤独なんだよね。だからリーズなんだよね。うん、そうかもしれん。なんか一番わかんないなって思います。うん、なんか本当の、はい、うん、そう、なんていうんですか、本当の人間性が他のキャラと違って見えない。これがなんでのぞみがアスカ先輩にこだわったかっていうと、自分に似てるからなんだよね。うんうんうん。うん、アスカ先輩もそうじゃん。そうですね。だから飛鳥先輩の許しがないと望みは戻れないと思ってたね。うんうん、うん、それは自分自身にのがゆのは許してもらえるかどうかっていうところの問題だからね。うんうん、うん、
でもそういうとこなんだよ。のぞみと、アスカは似ていて、演じてしまうから自分本当の自分が分かんないから孤独なんだよね。あの誰も知らないから。うんうんうん。でもみぞれっていうのは自分の全てがもう日常に出てるので、はい、あの上辺だけでいいよって言わないんだよね。あの、ま、もう私はいいよってもうすぐ後輩たちのに気使わないでね断ったりしちゃうんだけど、そうですね、そう、これがだん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 この逆にこうじわっと人間関係を築いていったわけですよ。これっていうのは本音で、みぞれは逆に人間関係が築けてしまってきてるわけよ。だからそれこそリカ、うん、リリカのこと誘ってあげたりとかできちゃうわけよ。うんうん。だからこののぞみはずるいよっていうわけよ。私を置いて先へ行ってしまう。うん。だから独占欲だよね。あと嫉妬だよね。うんうん。が内包されてるんだよね、そこに。うんうんうん、そこのところの描写がだよね、やっぱすごいよね。うん、で そこに夏希がね助けてくれる、さりげなくサポートしてるわけですよ。はい、人の心が分かるんですよ、夏希先輩は。もう三白眼ですけど。でこれってなんでかっていうと、その夏希っていうのは自分の人生がうまくいってないからこそ人のことを気づけるんだよね。うん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 、そう。だからやっぱ人の心が分かるっていうのは人の痛みを知ってるからなんだよね。はい、うん、だから夏希はそういうことの叩き上げなんですよ、やっぱり。すごいすごい、ね、でこれっていうのはこれまでこういったなんかそのまあまあここまでの描写はここまでなんかちょっとなんていうの変態的な描写はまあこの山田直子さんのものによるんだろうけど、ちゃんとこの小説の久美子2年生編で描かれてる下りではあるらしいんだよ、このリズさん置いといて。うんうんうん。なんだけどこのアニメシーンのこの一番のこの尊いシーンであろうというここですよ。このフルートの光が反射してこの みぞれにこう当たってねっていうシーンがもう神がかり的な尊さじゃないですか、これ。はい、なんか好きな人がこう起因する光を自分の体に浴びるっていうことが、はい、なんと嬉しいことかっていうのをあのみぞれの表情がすごくないですか。いやーなんかうんね。でそしてこの世の一番の幸せのようなみぞれが幸せをかみしめてふと目を上げるともう幻のようにのぞみはそこにいないんですよ。やばい、これこんなシーンありますか。いやすごいねこれ。ちなみにこれは本当に山田直子の変態的なアニメオリジナルのシーンらしいです。でもさこういうのってさ思春期の頃ってさこの好きな相手からの何かが視線だったりとかそういうのだけでもすっごいそれだけでこう嬉しくなったりしたじゃん。そうですね、そういったのに近いものがあるわけだよこれって。これあのスラムダンクの話この間もしたさっきもしたんだけどスラムダンクの中でのこの君が好きだと叫びたいっていうのバードの曲があるんですけど、はい、あの時のあの曲の2番に何気ない君の視線に酔いしれっていう、はい、なんか歌詞があって、はいはいはい、この視線を泳がせてるだけなのにその自分が彼女の視界に入ったっていうだけで嬉しくなれるっていう酔いしれることができるっていうこの思春期の気持ち。すごいよね、まあ、それなんだよね。すごいなんかうんすごい俺さもう失ってるもうこの気持ちすごい失ってるしもう苦しい見てて何度見ても苦しいこの話うってなるうっつって刺激が強すぎるというか、うん、見てられないよもうそうだからその最後の方のさあのハグのシーンを無理やりするシーンで、はい、この
あとみぞれはさ、のぞみの好きなところいっぱい言うじゃん。はい、言うんだけどさ、のぞみはさ、あのみぞれは決してのぞみのフルートが好きって言ってくれないんだよね。残酷だな残酷だよね。だからその仕返しでのぞみはみぞれの思いが好きしか言ってあげないんだよ。うーん、自分が言ってくれなかったことをしか言ってあげないっていうね。嫌だもう。しんどしんどいよね、マジ。いや、しんどいっすね、なんか、ああ、ね、いや、なんか、うん、あのハグをしたからといって2人は分かり合ったわけじゃん、分かり合ったっていうか、なんていうんですかね、うん、こう分かり合ったわけじゃない、うん、と思うんですよね、うんうんうん、分かり合えない、なんだろうな、うん、交わらないということに気づいたっていう、うんうん、そう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 、そこのところは2人とも成長の証なんだよね。うんうんうん、うん、そこに気づく、お互い気づくことが重要なプロセスだったっていうことなんですよ。はい、だからこの映画っていうのは結局2人だけのこの精神の気づきだけがテーマになってるんで、他の人からすると何も変化がない、わからない、うん、見た目ではわからないことが密かに起こっている話であって、だから、いわゆるその視線を交わ合わせて手振ったのに、なんか視線がファーッと反らされただけですごいショック受けるじゃん。はい、この小さなことを気にしすぎって言って、そこで普通それで片付けられちゃうような問題なわけですよ、そんなこと。でもその小さなことを気にしすぎっていうのを、この愛おしく眺められるかどうかっていうことができないと、この映画は退屈な映画になっちゃうんだよ。うんうんうん、そこのところをいちいちそんなことで傷ついてあげられる、一緒に傷ついてあげられる繊細な心を持っている人が見ることによって、とんでもないモンスター映画になるんですよ、この辺。だからフェテシズムなんだよね、だいぶ多分、うん、だからそういったところにこの、魅力を感じるかっていうところだよね、やっぱね。そうですね、うん。でまあ、この映画というか、その響けユーフォニアムでもそうなんだけど、まあ、その新山先生はそのみぞれに対してだけ音大を進めてくるわけじゃない、うんうん、でのぞみに対しては頑張ってねっていうだけで進めやしないっていうやつなんだけど、まあ、これは残酷であるようでありながら、やっぱその、ね、見込みがない人をこう持ち上げるっていうのは逆に失礼だからっていうことなんだよね、その新山先生的には。あ、うん、そうですよね、うん。なんでやっぱその新山先生とかは大人なんで、やっぱりね、うん、はい。でやっぱそのまあみぞれっていうのは決して天才なのではないんですよ、うんうん、そののぞみが意地を張ってその吹奏楽から離れてる間にもストイックに、その私とのぞみをつなぐものは吹奏楽しかないからと思って、のぞみのことを思ってずっとストイックに練習していたから、今ののぞみの技術があるわけですよ、うんうんうん、みぞれのね。だからのぞみっていうのはその間部活を離れてたっていうブランクがあるからやっぱダメなんだよ、うんうん、これっていうのはスラムダンクでいう三井寿であって、三井寿もグレてたのでバスケやってない期間が多くて、やってた人間にやっぱかなわなくなってきてるわけ、体力面とか。俺はなんて無駄な時間。そう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 、まさにそれ、まさにそれ、本それなわけですよ。そうだから望みは三井久志なんですよ。ああ、なるほど。そうだから一緒に努力していれば彼女も音大行けるぐらいの技術は絶対いけたんだよ、あんなの情熱があるんだから、うんうんうん、だから変な意地張って自分を演じているね、この理想の自分を演じてしまって周りにいいように見られないといけないっていうのが同調圧力みたいなのがあって、それでそれに屈してしまったがために自分の目を摘んでしまったっていうところがあるんだよね。うんうんうん、ただこの反面、このみぞれっていうのはこの青い鳥の象徴なので、はい、まあ、みぞれっていうのは鳥なんですよ、結局鳥なので、この最初に懐いた望みを親だと思い込んでるんですよね、
だから それ最初に好きだと思った人が全てになっちゃってるっていう、この恋愛初心者のあるべき姿なんですね。だから刷り込みっていうかプリンティングですよね。だからこれっていうのは愛ではないんですよ。うんうん、そうか、そう、愛じゃないんです。これは愛じゃないんですよね。だからその初めて付き合った人と結婚するっていう人は、逆に言えばそれって誰でもいいっていうのと一緒だよっていうことでね。確かに、うん、っていう状態な今わけですよ。でただそこからみぞれはもっと広い世界に出ることによって、じゃあ果たして望みはやっぱり望みが一番良かったのか、望みよりも、ね、フィットする人が現れるのかっていうのはもうこれからにかかってくるっていうところじゃないですか。うんうん、で望みはずっとこのヘラヘラして上辺だけを作ろうってごまかしてきたわけですよ。うん、なんだけど、うん、圧倒的な力量を見せられたりとかして、その気づきの夕焼けにおいて、この今までこのブルーと赤っていうのは交わることがなかったんだけど、この夕焼けによってこの藤棚での空っていうのは青とこう青と赤がない混ぜになってこの紫色をしてたんですね。はい、ここによって気持ちがようやくこうほぐれて、2人と気持ちが交わり始めたっていうところの、この、あの色使いのこの差が出てくるってことですね。すごいですね。すげえなー。よくできてる。できてるよ。そしてここどこまでも伸びやかなみぞれの大覚えですよね。はい、で、のぞみはもう息も出なくなってしまったわけですよ。もうだから泣いちゃったわけですよ。もう途中で。でも、滝先生は止めないんですよ。いや、そう、ほんと、それがなんかまた残酷なんですよ。もう普通止まっちゃったらどうしたんですかってなるじゃん。はい、あえて止めなくて泣かしとくんだよね。恐ろしいね、大人。あ、悪魔だ。悪魔だよ、ほんと。粘着イケメン悪魔。悪魔じゃないか。止めないのが、うん、すごいなって。いや、止めないんですよ、残酷だよね。まあでも真剣に音楽やるってそういうことだ。そういうことなんだよね、きっとね。そこで止めるのはやっぱ、うん、全国でって目指してる人たちには通用しない。そうなんだよね。うん、だからみぞれって今まで多分すごい、これまで中学からこの高校の3年生になるまでのぞみのこと大好きで、のぞみが一番近くのだと思ってたんだけど、多分一番今まで一回も多分のぞみに触れたことないんですよ、きっと。ああ、うん、なんで理科室のハグで多分初めてのぞみとみぞれって触れ合ったんだよ。なるほど。そこでお互いの体温を初めて感じたと思うんだよね。うんうん、うん、なんでそこでのこの あそこの会話と体温の交換っていうのがもう非常にこの彼女たちの中でのこうなんかターニングポイントになってるんだよね、きっとね。はい、うん、尊いなー、おい。いや、そうか、交わらない。そう、テスラ繋いだことないんだよ、絶対今まで。あのクミコとレイナはあんなに手つないであんな抱き合ってるんだけど、多分この2人は一回もないんだよ。いやー、なんかすごい、すごいですね。すごい仲がいいとかそういう話じゃないってことですね。そうなんですよ。でだからのぞみっていうのはさ、ほら、そう、そのみぞれのことを吹奏楽に誘ったこと覚えてないんだよ、そう、よく覚えてないんだよって言っちゃうじゃん。はい、うん、でもあはーって笑い倒した後、一人で廊下、じゃあ荷物取ってくるねって帰ってくるときに、その時のこと思い出して、なんか大きく深呼吸するんだよね。出ました。あの吐息がまた尊いんですよね。なんだよ、もう。ふざけんなよ、くっそ。で、この作品の後で、この2人の距離がまたこのなんつうの、距離が縮まったんじゃなくて、2人のその行く先がそれぞれなんていうか定まったっていうの、
それによってジョイントになるわけじゃない、うん、心が通じてあの2人は一緒にいなくてもいいんだということが分かるっていうの、このまあこれよく言われてるのが、その今までこの一緒にこう歩いててもみぞれとのぞみの歩調って合ってなくて、いつもバラバラだった歩調がラストシーンだけあれが歩調が合うんだよ、うんうんうん、でみぞれっていうのはのぞみのポニーテールが揺れてる姿をずっと中学の時から後ろからずっと見てるだけだったんだね。はい。でこの最後不意にこう向き合ってくれたことにびっくりしたラストシーンだね、きっとね。はい。ただあの中学のあの日みたいに振り返ってくれないかなと思った時に気持ちが通じ合って不意に振り返ってくれたから、のぞみぞれあんなにびっくりして嬉しそうな顔するんだよね。で心が通じて、うん、でジョイントになるわけですよ。はい。で私絶対あなたを支えるからっつって最後の大会で、だからもうちょっと待っててってなった言ってたじゃん。はい。でこのもうちょっと待っててっていうその後のさ後のこの大会がその誓いのフィナーレの関西大会の決勝なわけでしょ。うんうん。でまあその結局誓いのフィナーレだけ見てるとそこのやり取りが分かんないから、まあ綺麗には拭いてる2人ともなんだけど、はい、リズと青い鳥を経てもう一回そのシーンを見るともう関西大会のこのリズの演奏を聴いてるだけでもう泣いてしまうわけですよ。で結局そのリズと青い鳥の本編ではその完成形は流れないので、そうなんですよね、うん、なんでこれを踏まえて誓いのフィナーレのその2人の完成形のあのやり取りを見るともう泣い聞いちゃうともう泣いちゃうし鳥肌立っちゃうんですよね。いやーよくできてるな。でも全国行けないのよ。すごい、ね、ダメ金なのよそれでも。やっぱ、うん、現実なんだなって。それが現実なんだよね。あのちなみにあの誓いのフィナーレでのラストシーンで、はい、ダメ金であの奏ちゃんがあの死ぬほど悔しいって言ってまたね、先輩たちのねこの、レイナと久美子と同じことを言うっていうこの繰り返す感じになるじゃんか。はい。その時のシーンでさ、はい、みぞれとリリカちゃんがさあのなんか トランプやってんですよ。バスの中でトランプやってて、でもリリカちゃんがこれ引きますよって言ってんだけど、あの、はい、みぞれの視線はあのバスの外にいるのぞみ見てるんですよ。でのぞみはゆうことあの二人ゆうことあのなんだっけ、夏希といるわけ。っていうちょっとまたこの交互に見るとうわーっていうシーンがいっぱいあるんですよね。いやーすごいですねマジで。いやほんとすごいですよ。だから何回も往復してここで検証していくとここにいたっていうこの時間軸がちゃんと合ってるのがすごいんだよね。はい、それがすごいね。まあだから今後はトム多分その関西大会で全国に行かれた流星高校のね月永先生のね源ちゃん先生の息子、はい、月永元くんのねこのリベンジが今度始まるわけでしょきっと。そういうことです、ね、熱いねー。いやーまた面白くなりそう。すごいなこれ、まあ、ちなみにこの映画っていうのはほら前編高校学校から出ない映画なんだけど、最後のラストシーンだけは2人で学校から出ていくっていう、鳥かごから出てることができたっていう、2人とも未来を見据えることができたというハッピーエンドなわけですね。素晴らしい。ま、ね、なんていう映画なんていう映画なんだこれ。すごい。すごいよね本当に。いやなんかでもちょっと思い出したなっていうところもあって、うん、やっぱその中学とか高校の時の友達関係って結構繊細じゃないですか、う
そうなんだよね。だから、そう、視線が交わないってだけで怒ってんのかなってなるわけじゃん。そう。アイコンタクトができないだけで怒ってるんだろうなとかなっちゃうわけじゃん。で、なんか、やっぱその子と一緒じゃない、その子と仲良くできないということに、なんかこの世の終わりのような。そうなっちゃうんだよね。なんですよね、うん。なんでそうなっちゃうんだろうね。やっぱその世界が全てがそこにしかない状態なんだろうね、学校っていうのはね。だからいじめられて、別にさ、そいつらと関わんなきゃいいじゃんとかって思うけど、無理なんだよ。うん。そうなんですよ。どこまでも追いかけてくるし、世界がそこしかないので。だからね、あの学校のいじめっていうのはね、もう絶対解決しないよね。学校というものにからは切り離せないですからね。そうなんだよね。いや、本当になんかここまで大人になったらしょうもなかったなって。ますけど、そうだ、大人ってしょうもないことだって断ずることができるからさ、子供に向かっても同じこと言っちゃうんだよね。うん、うん、そんなしょうもないことでって言っちゃうんだけど、そうしょうもなくないんだよ。しょうもなくなかった時期があったでしょって。そう、あなたにも。うん、だからさ、だから気にするなって大人言うじゃん。まあ俺も言ってしまいがちなんだけどさ、でもしょうがないよね。うん、しょうがないって思えるのは難しい。そういった、うん、来てた、ね、ちなみにあのまた話が違いますけども、このウィキペディアに書いてますけども、山田直子さんは自身の好きなシーンについての話で、もちろん隅から隅まで愛おしいのですが、毎度鑑賞するたびに胸がキュッと締め付けられるところがありまして、映画が終わりに向かうシーンで、2人の少女がそれぞれの目的地に向かって歩いていくところで、一人一人がターンするのですが、その時に膨らむスカート、はい、のぞみのスカートが膨らむカットに当てられたピアノの音、はい、落ち着いていって深く力強い一音、それがもうたまらなく好きで、ね、うん、少女の意志と私は感じております。好きが空回りしてうまく言葉にできませんが、この映画のたくさんの音の中でも特に痺れる一音でありましたと語っている。いやーすごい、やっぱりね、そういう好きなシーンもすごいマニアックです ね、 ね。だって本人が作ってんだから、それはマニアックでしょよって変わっちゃう。そうそんなすごい突き詰めた制作者を尻目に、葉月がこの本編の中でこのリズタン・オイテルを読んで泣きながら意味がわからない、何の教訓が入ってるのって泣きながら読んでいたっていう読解力ゼロというな、はずきです。まあ、意味でなさそうですもんね。そうテニス部だからね。いや、テニス部が読解力ないっていうと そうではないんだけどさ、やっぱりさ。いや、すごいっすよね。いや、すごい、本当に。っていうね、1時間半の本編に対して、もう1時間10分ぐらいは、本編と同じぐらい話しちゃってるんですけども。いや、とんでもない映画をぶっ込んでこられたなっていうことで、これ私、本当に、もういつか誰かと話したいと思ったら、小麦粉と話してきて、本当によかった。ありがとうございます、本当ね。こちらこそ、おすすめしていただいて、あっという間に全部。本当良かったです。ね、円盤中古でもいいから買った方がいいよ。検討します。検討します。ということで、4月からの響きユーフォニアムの続きも楽しみですし、アンサンブルコンテストもまた別で見てっていう。はい、楽しみですけども、まあそこはもう久美子が2年生になって、じゃない、部長になっちゃってるんで、もうこの夏希とみぞれは引退してしまってるので、まあ、出ないかもしれませんが、うん、まあ永遠にループして、もうこの映画をずっと見た、俺本当ね、鈴宮春日の憂鬱のエンドレスエイトの気分でずっと見ていたいもんね。
鈴宮春日のエンドレスエイト見たことありますか？いや見たことないです。いやこれもすごい壮絶な話なんでね、あの鈴宮春日の憂鬱のエンドレスエイトっていう、あの、はい、夏の2週間をひたすらループするっていうのを話があって、そうこれってあの春鈴宮春日が夏が終わってほしくないって気持ちが影響してこの時空を歪めてしまって、あの、はい、夏休みの後半2週間があの1万5000回ぐらい繰り返されるっていう話なんですよ。うわーきついなー。そうで、でそれをどうやって脱出するのかっていうのをそのアニメ本編であの、はい、8週間ぐらいにわたってやるんですよ。8週間、あのだからエンドレスエイト1エンドレスエイト2っていうのが毎週毎週毎週やってて、もう2ヶ月ぐらいエンドレスエイトのことやってんの。だから視聴者もえ夏が終わんないのよ見てて、しかも同じ繰り返しなの、同じ日々ので、その中で少しずつ違和感があって気づいていって、でもエンドレスなんで最初に戻されると記憶なくなってんだよ。でも視聴者だけがそれをずっと蓄積してみて、また同じシーンを繰り返し見せられるんだよっていうのが8週間続くっていうすげえ企画があって、それ放送しちゃう。そう放送してたんですよ。だから、ね、あのまあサブスクで見れると思うんで、鈴宮春日のエンドレスエイトだけでもいいんで見てください。めちゃくちゃすごいからでそれぐらいの気持ちでね、私このリズさんを追いとりをね1万5000回ぐらい見たいと思いますそうですね、はい、というもうほらあの鈴宮春日も京アニなん で ちなみにこのキャラクターデザインもあの池田翔子様なので、ぜひその辺の関連付けて見るとまた感慨深いものがあると思いますんで、鈴宮春日も見た方がいいと思いますよ、はい、あのまあちょっと中二病っぽくてちょっと見るときしんどいなっていうのシーンもあるけどまあ一応これもたしなみなんでね、はい、見た方がいいと思います。そうですね、はい、ということで、リズと青い鳥の話1時間12分、すごいボリュームでお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。